視聴者の皆様こんにちは。高配当レース狙い専門急性術式競馬予想チャンネルモグハンターです。今回は11月14日日曜日、阪神10レースの室町ステークスの予想をしていきます。よろしくお願いします。では目次です。最初に11月14日日曜日の暦の解説をしていきます。それから阪神10レース室町ステークスの予想をしていきます。白く木製の色は緑色ですね。ここでは競馬に関係のある勝因だけを取り上げていきます。白く木製は3匹木製の若木の勝因ではなく、成長し成熟した木や植物を表すんですね。柔らかく伸びきった枝や深い緑の森林という勝因があります。木はたくさんの枝がつながってできているように、白く木製にはつながり連携という勝因があります。そこから隣の枠や隣の馬番とつながった出目が出やすくなりますね。ゾロ目の決着も出やすい日です。中央の星と言われ、中くらいのサイズを表すので、中くらいのハランドと配当が多くなりますね。また4、5、6枠のような中枠が出やすい日です。また遠方という勝因もあるので、中央から遠いところにある1枠8枠も出やすい日ですね。つながり連続っていう勝因から異数値147の筋の枠とか馬番も出やすくなりますね。緑から6枠も出やすい日です。中年の馬騎手が来やすくて、小馬それから中年の働き盛りの騎手が来やすくなりますね。白くには風という勝因もあって、風に吹かれて揺らぐ木々のように不安定な状態を表すので、ハランドの振幅が大きく変化しやすい日になります。ただし八白土星のような極端から極端へということではありませんね。友引きに似て連続っていう勝因から、騎手の連勝や人馬の連続した記録なども出やすくなりますね。繁盛、人の出入りの激しい状態を表すので、レースの方も出入りの激しい面白い展開になったりします。馬名では色のグリーンのほか、ウィンド、ブリーズ、ウッド、ウッズ、ミドルなどがサイン馬になったりしますね。男女ではやや女性の方が多いという割合を表すので、白く木製の日は牝馬が馬券に絡みやすくなりますね。長い、延長っていう勝因があるので、ロング、エターナルなどの馬名馬や字数の多い名前の人馬などもサインになりますね。次に六曜の方の戦勝の解説ですね。戦勝の日っていうのは先んじればセースっていう日なんですね。何事も早め早めで吉という日なので、まあ競馬では先行策が功を奏する日なんですね。それから先輩の馬、先輩騎手が勝つという勝因になりますけれども、メインレースになると属性がそれまでのレースとは反対のことも多いので、まあ、違う結果になることもよくあります。戦勝の日には赤枠、3枠、7枠が出やすいですね。7枠っていうのは七赤っていうの名前がですね、赤が字に入ってますので、それで戦勝の日は赤枠といったらば3枠と7枠ですね。注意したいです。
それでは阪神10レース室町ステークスの予想をしていきます。まずこのレースの波乱度予測からですね。前回予想した東京11レースの武蔵野ステークスは軸馬が1着と3着に入り、流した2ラインとも的中したんですけれども、人気サイドの決着でしたのでプラス2600円とささやかなプラスに終わりました。ゴールド製の日はあまり得意ではなかったので、まあ的中しただけでも良しとして次のレースを狙っていきたいと思います。この日の日曜日の暦は白く木星で、中陽の日、中くらいの配当が出やすい日なんですね。今回予想する室町ステークスは、毎年連下に人気薄が入ってくるレースなので、まあ中くらい以上の配当を狙っていきたいなと思います。連帯候補馬の選定です。この日の暦は白く木星で、極端な人気薄の馬の台頭っていうのは少なそうで、まあ、中くらいの人気の馬を中心に馬券を考えていくのが良いと思いますね。白く木星の日なので筋の E 数値147枠と馬番を含めたいと思います。戦勝の日は赤枠が出やすいんですね。赤枠の3枠と7枠を重視したいと思います。若手とか高齢の騎手よりも働き盛りの中堅の騎手の方がこの日は良いので、その馬を軸にした馬券を考えたいと思います。以上の基準はできるだけ多く満たしているまで熟考して下の連軸候補馬を選びました。連軸候補馬は8番のウルトラマリーンですね。サウスビグラス産駒のこの馬は今間違いなく絶好調なので、前走のように逃げなくても番手で競馬をすることができるんですね。こういう馬は軸馬にはぴったりです。鞍上の松山騎手も今絶好調なので信頼できると思いますね。軸馬から流す馬の選定ですが、以下の10頭を選びました。1番の名勝天水、3番のパーティナシティ、5番のジェネティクス、6番のコパノマーキュリー、7番のブランクエンド、9番のサイクロトロン、13番のデュアリスト、14番のメディクス、15番のカレン・ロマチェンコ、16番のイモータル・スモーク、以上の10頭ですね。このレースの買い目ですが、今回は3連複軸1頭流しへの馬券を推奨したいと思います。先ほどの連軸候補馬から10頭に流すので、3連複軸1頭流し10点で4500円になりますね。多すぎると思われる方は何とか削るか、3連複ではなく連軸候補馬から馬連馬担当の馬券にすれば投資額を減らすことができます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。